西岡くんが、はい、あ天才で師匠、はい、で弟子の丸山くん、はい、二人はどういう関係なの？いつからの友達？高校の同級生で。ああ、そんすごいんだ。あもう師匠の右に出る人いないです。いいな。自信ある？あクオリティは高い。すごいなって言わす自信はあると、はいはい、ほう。まずその伝授されたくしゃみを丸山くんがじゃあ、はい、じゃあ言います。うん、どうしよう今の見て。今なんすか、うん、全然ダメっす。ダメ、はい。何がダメだった？やっぱハクションのショーンが大切で、うん、あのショーンを制すればハクシャミを制するって言うんですけど。それ自分が言ってるんでしょ？そう、そうですね。ショーンが大事。ショーンですね。ちょっとごめんなさい、もう一回丸山君が聞いていいですか？すいません。僕ですか？もう一回いい？はい、いいですよ。おい、なんかすげえ面白いんだよ。ちょっとじゃあいいですか？いよいよ西岡君の、いい、うん、ちょっとお願いします。お願いします。ちょっとさ、ごめん、はい、西岡君と丸山君は流派違うよね。丸山君はなんかウエイトリフティングとかやってる、そういうわけじゃない？あ、自分格闘技やってて。あ、格闘技やってる、はい、格闘技は何の？空手？あ、違う、あの総合格闘技。あ、総合格闘技、シャドウやっててくしゃみが出ちゃうみたいな、そういうのできる。あ、花粉症の人がサンドバッグ叩いてるみたいな感じで、ちょっと今立ってできる、はい、力入れた時に出ちゃう。あ、ちょっと薬飲んだ方がいいね。ガムシャの薬飲んだ方がいいわ。こういうのは西岡君あんまり、やっぱ俺はクオリティを求めるあれなんで、うん、やっぱこれちょっと違いますね。これちょっとこのふざけちゃってるから。そうですね、でもちょっとやってみたいですね。師匠だって格闘技やってないんでしょ？あ、僕前ボクシングやってたんで。あ、本当？あ、じゃあボクシングやりながらくしゃみが止まらないってできる？あ、多分できると思います。あ、ちょっといいじゃん、やってみる。ちょうどいいじゃん、ボクシング。師匠はどうだった？あ、やっぱ師匠のがすごいな。いや、でも全然上手だね。いや、全然違う、リアリティがある。ちょっとなんか軽く、なんかこうシャドーボクシング、あ、だからお互いくしゃみしてるみたいなことできるのかな、当てないで。あ、全然できると思います。あ、できる、はい、で師匠と弟子で徐々にこう当てないでくしゃみが止まらない。スパーリングの途中でな、カムショだし。ちょっと待って、くしゃみしてるだけ。うろちょろちょろ。